井正義と鈴木愛理のアンミカ神客カバーでしょ。アリソン界のおしゃべりクソメガネこと大井正義です。そしてどうしても早起きだけはできない女、鈴木愛理です。わかる、わかります。アラームつけても二度寝しちゃうタイプ。そう、でも早起きは三文の得言うし。そうなんですよ。あとやっぱ年を追うごとにね、どんどんやっぱ早起きにもうなんかこうなんていうありがたみを感じるようになってくるからそうなんですよ ね。もう今日光を一番欲してる午前中の光さあ、今回はこちらの方にお越しいただきました。どうぞ。こんにちは、明坂さとみです。よろしくお願いします。お願いします。愛理ちゃんは初めまして。そうです。あの守護キャラの声優さんやられてて、はい、私ボーノだったので守護キャラの。あ、そっか、ボーノ。ちゃちゃちゃ、美味しいもの食べた時のやつだった。ボーノだって守護キャラの主題歌歌われてた時に、あの私たち打ち入りって言って、あの頑張りましょうねって集まる会とかあるんですけど、その時にメッセージを送ってくださったりとか。そうなんですね。そうなんです。まだ若かった、中学生とかだったので、その場になかなか行けなかったんですけど、お会いできて、みんな可愛い、頑張ってねって応援して手振ってた記憶がある。ありがとうございます。お会いできて嬉しい。じゃあもう間接的にはもうお仕事はされてたわけですね。そうなんです、ね、嬉しいです。はい、中学2年生の時に、その当時東京ミュウミュウっていう作品を、はい、あの仲良しさんでやっていて、うん、で、あの私は作者さんに会いたいがためにイベントアイドルオーディションっていう、中学生とか小学生の女の子たちが東京ミュウミュウの格好をしてイベントを巡るっていうののオーディションに応募した結果、うっかり受かってしまったっていう。うっかり受かることあるんですね。ね、会いましたね。びっくりしました。そんな明坂さんのオーディションの時の写真があるということで、うん、見たい。13歳、はい、かわいい。もうスタンディングオベーションですよこれすごい、かわいい。これがあの書類選考が受かった後に、うん、ダンスと歌唱審査と面接があったんですけど、その最初に撮った時の写真なんですけれども。オーディションはどんな感じだったんですか？その当時私全然芸能界とか興味なかったので動きやすい格好でって書かれてたんですね、ダンスの時に。それでうっかりあの中学の体操着を一人だけ持って行ったら、周りに誰もおらず母に相談したら体操着以外ないだろうって言われて行ったらお母さん、いた？オーディションの時体操着の子。いや、さすがにいないですね。幼少期にハマったアニメ、はい、といえば、はい、幼少期にハマったアニメはルローニケンシンです。おー、すげー。はい、しかもちゃんと酒場刀になってる酒場刀になってるな。二重の極み、これ海外バージョンのやつですね。二重の極み、あーのやつですね。日本でも話題になりましたけどガトツとかもやったりとか。ガトツ危なかったよ、傘でガトツとかさ。あ、やりました。絶対やりましたじゃないっすよ絶対やったあかんやつですから。なんか1式2、3、0みたいなやりましたね。出た。推しキャラとかいますか？はい、瀬田宗次郎くんが出た、うん、宗次郎くんは可愛いんですよ、またね。そう、道を違いながらもね、剣で剣心と心を通わせてっていうシーンがまた印象的で、なんか見たいアニメ増えすぎてちょっと追いつかないな、この番組。そうだね。だからさ、スケジュールでアニメを見る日っていうのを作ってもらってあ、じゃあ収録一回飛ばしましょう一日アニメの日にするみたいな。そうそうそう、あの検診会の時私も呼んでください全部見るんで。ぜひぜひ。で、横で全部説明するんでしょ。そう、説明する。このシーン覚えておいてくださいねみたいな続いてのテーマに行こうと思います。続いてはこちら、高校生で幼少期からの夢、声優に。おー、はい、2004年16歳、はい、アニメ、はい、ホニャララで声優デビュー。お、はい、何でしょう？これがあの恋風というアニメなんですけれども。恋風、はい、ちょっと大人な雑誌に出ていたもので、うんうんうん、30手前のお兄ちゃんがいまして、うん、子供の頃あのお母さんと離婚しまして、赤ちゃんだった妹がいたんですけれども、うん、その高校生になった妹と再会して、そこで恋に落ちてしまうというお話で。珍しいっす
ですよね。そうですね、当時も結構ざわざわしていました。これをアニメ化できるのかと。そうなんだ、はい、うん、そもそも声優になろうと思ったのは小学生の時にもうアニメが大好きでずっと見てる子だったんですけれども、そんな時にイトーヨーカドーの屋上行ったら、僕アンパンマンって乗り物と僕トーマスですって乗り物が一緒に流れてきた時に同じ声でこれはなんだってなって、すごいきっかけ。なんならガンダムのマチルダさんも一緒ですからね。そうです、そうです。それで母にこれは一体なんだこの現象はって言ったら、戸田恵子さんって声優さんっていう職業があってっていうお話で、なんで小学生の卒業式の時とかにも壇上上がって声優になりたいって叫んだんですけど、その当時声優が全然認知されてないんで、おばちゃんたちがいつでも勤められるよって言われたりとか。スーパーってこと？そう、スーパーに勘違いされたり。そっちのこと？声優あったんですよ。卒業アルバムの写真もあるみたいです。こちらです。あ、かわいい。声優、これクラスメートがこうみんなの夢みたいなの書いたものに私の声優っていう夢があったんですけど、当時やっぱり認知がそんなにされてないので私以外いなくて、なるほど。初声優の仕事はじゃあ16歳ということですけど、結構大変でしたか？はい、この時プレスコという珍しい形を取っていまして、先に台本だけいただいて音声を収録してその後に絵を作るっていう手法で、僕らがよく一般的に知ってる声優さんのお仕事ってアフレコってやつなんですよね、アニメーションがあって、そう、映像に合わせて声優さんがセリフを言うっていう感じなんですけど、セリフに合わせてアニメーションを作るっていう逆のやり方だから、余計にセリフの入れ方が分かんないかったり難しかったりするんですよね。そうなんですよ、マネージャーさんに当時相談したりしたんですけど、うちは現場主義だからしか言われなくて。現場主義だから。どういうこと？16歳に現場主義とは。すごいな、吉本さんみたいやな。なんですけど、たまたまラッキーだったことに、うんうん、うちの事務所に平野綾ちゃんっていう、出た平野綾さん、そう、はい、声優さんがいて、うん、綾ちゃんはもう13歳くらいから声優をやっていたので、うん、一緒にレギュラーになった時にね、これどうやるのっていうので結構音の出し方を聞いたり、マイクの入り方聞いたりして。あ、じゃあアフレコテクニックとかも。そうなんです、ストローでチューって吸う音をストローなしで出すとか。何それ？何、ストローでチューって出す音が何だって？不快な音をお届けしてすみません。めっちゃでもそう近い感じでみたいな音とか。すごー、私この歯から全部抜けてっちゃう。歯から抜けていく。空気しか出ないんだけど。あと溺れる時の音とか。溺れ、これがおー、すごい、みたいな。なんやねん。お前はアイドルでいないといけないのか。可愛いか。私。他にあります？なんかテクニック。キスのリップ音はこれボーイズラブ的な現場でいろんな先輩に教えてもらったんですけど。おー、みたいな生音を言ったりとか。これはちょっと18禁だわ。わ、すごいっすね。刺激的だわ。ベテランになっても難しい表現とか、うんうん、難しいのはよくスマホのゲームとかであるんですけど、うんうん、バトルの攻撃音が未だに難しいですね。攻撃音、例えば槍で突く音とデュクシみたいな。そういうこと？大学のサークルか。ジクシジクシジクシあるよ、あったけど、俺の時代の大学のサークルのやつや。デュクシはあんまりデュクシで言ってくださいっていう表現は聞いたことないですね。ディレクションでもですよね。あれおかしいな。へえ、あ、じゃあもう剣とかその槍とかによって全然違う。武器によって違いますね。弓矢だったらまた違ったりとか。へえ。でね、今日はなんだか、マイクが用意されているようで、ほうほうほう、アフレコ現場の、はい、再現してもらう。キャー。例えば弓矢なんですけど、はい、こう引いて後ろにこう力が入っていて、うん、それをパンって離すだけなので、うん、すごい。あと槍で突く場合ですね、うんうん、前に押し出す瞬発力がいるので、うん、はっ、うわーすげー。それから体験とかになると遠心力がかかって大振りになるので、うん、うわー、めちゃくちゃすごくない？今切られたでしょ、完全に。完全に切られた。すごい口ポカンですよ、完全に。ね、
続いてのテーマに行こうと思います。続いてはこちらです。結婚できない女、秋坂さとみ。失礼すぎるテーマですけどね、まあ、本当ですよね、うん、プロフィールがあるということなので見てみましょう、はい。声優としても大活躍ですね、はい。手腐れとか、リボン、ベビーシッターズ、バンドリもねやられてますし、うん、無表情もやってたし、ウマ娘も最近やってますしね。やってますね、実況。次第に〇〇と呼ばれるようになってきたっていうところが、はい、めちゃくちゃ気になりますね、うん、あれは。20代後半くらいから送り人という、送り人、送り人、これはあれですよね、はい、天国に人を送ってるっていう、まあそうですね、バタフライ的な意味合いで、バタフライ、木村カエラさん的な話ですか。そうですね、どこにでもその結婚式場にいて自分は結婚していなくて人を見ているから、結果送り人と呼ばれるようになってきましたね。なるほどな、結婚相手の条件みたいなのあるんですか、はい。まあ安全と保証というものが一番大事になってきますかね。安全と保証、自分が具合悪くなって倒れた時にすぐ駆けつけて救急車を呼んでくれる相手が欲しいなだったりとか。安全、確かに保証もある。安全、番組でリサーチをしたところ、うん、2013年25歳の頃の秋坂さんは結婚相手に求める条件をこんな風に言っていたそうです。こちらです。リサーチすな、多くない？15項目ありますけど、まあ、お酒に飲まれないとか。そう、私が飲まれちゃうので飲まれないでほしいな。なるほど、いろいろその女癖が悪くないとかもちろん分かりますし、ギャンブルほどほどで家計に手をつけない、はい、めちゃくちゃ分かりますよ、うん、もうね一個納得いかないのが、はい、視力が裸眼で 2.0、 これ何ですか。これ私が小学生の頃 2.0 くらい測れていたので。そうですね、そう、子が健康であってほしいなという願いを込めまして。目もいい子供が生まれてきてほしいということですか、はい。すごい、なかなかいないぞこれは、ね、でも待って、25歳の時ですからね。そうですね、うん、ずいぶん前の話なんで、今また緩和してきてるということですよね、はい、そうですね、もう、はい、結婚したい相手は神木くんか神木くんじゃないかみたいなところまでは来てますね。神木くんか神木くんじゃないか、はい、ちょっと待ってくださいね、いよいよ条件がやばいことになりましたけど。神木隆之介大好きなんです。もう役者としても好きですし、あのご本人の精神も好きで、すごい真面目な方なんですよね。なんかお話聞いてると、いつ頃からお好きなんですか。いつ頃だろう、あのドラマのクイズっていうのをやってた頃から知っていたので、多分20年くらい。芸歴と一緒。確かに芸歴と一緒。そうですね、芸歴神木くんですね。芸歴が神木くん、はい、なんですけど、私があまりにこの熱をいろんなところで発信して、うん、ラジオでも番組でもとにかく言いまくってた結果、はい、神木くんの本当に連絡先を知ってる人が誰一人教えてくれなくなってしまって。あ、周りで。周りで。そっか、こいつはやべえぞと。はい、こうなると事務所にアプローチしていくべきなのかどうなのか、あとは私がとにかく仕事で成り上がるしかないかなっては思っていまして。あ、そっか。でも実際会ったらどうです。そんだけ好きだとね。どんな感じになります。どうしましょうね、本当にどうしましょうね。あんま接触とかしちゃいけない世の中ですけど、多分もう確実に走ってタックルしますよね。飛んでっちゃった、飛んでっちゃったのよ。事務所さん、ちょっとつまみ出してください。じゃあ神木くんだったら、はい、あれが1個でも当てはまらなかったとしても許せるんですか。許せます。神木くんがちょっとじゃあ視力 1.5 とかだったら、もう神木的にはオールオッケー。神木的にはオールオッケー。でもそんだけ好きだったら、うん、いろんな未来想像しちゃうんじゃないですか。神木くんとどうなりたいみたいなとか。そうですね、ちょっとスタッフさんにデートを想像してみてくださいよって言われたので、あの実はですね、はい、今日もしディズニーランドに行くならばっていう想定でですね、はい、書いてたんですけど、まだ、はい、あの開演から12時までしか書けていなくて。開演から12時までちょっと見ていただけますか。長いぞ。こちらなんですけど、これ長っ、小説ですかね。これ予定表なんですけど、全部予定表。予定表、まだ12時手前くらいなんですよね。これあれですよね、なんかウェブのナロー小説のやつじゃないですよ。違う違う。じゃなくて頭の方ちょっと少し読んでいただいていいですか。番組で紹介しきれないと思うんで。はい、
今日収録日の金曜日だとすると、はい、約3週間前の8月25日水曜日14時からチケット争奪戦をなんとか制して入園してではなくワンデーパスポートを2枚ゲット、アプリで連動して名前を里見と上木で登録、開園が10時なので9時半集合ですと連絡、前日夜1時くらいまで食べ物のアレルギーはありませんか、どのキャラ好きなんですかと LINE をしてちょっと夜更かしちゃう、上木くんは9時30分にすぐ見つかっちゃうと思うので念のためボンボヤージュを過ぎてディズニーランドの入り口手前のコインロッカーの通りの右手に集合します、私はこの時期なのでハロウィンお化けの T シャツとミッキークロパーカーとデニムパンツ、いつものようにカメラ、レジャーシート、椅子、ジェラトーニを装備します。5分前に到着するけれどもすでに神木キュンがいまして、すいません待ちましたかと言うと、いえ今来たとこなんでとほがらかに答える神木キュン。神木キュンは黒のキャップに黒の T シャツ、黒のデニムパンツに斜め掛けのボディバッグです。手に持っているペットボトルは半分ほど減っているので、もしかして早めに来て待ってくれてたのかなとキュンとします。そこからディズニーランドホテルまで歩いて荷物検査と体温測定をします。時間が来るまでソーシャルディスタンスを測りながら並びまして、雨予報だったので駐車場側まで並んでないはずなんです。何も入ってきてないと思います。10時開園します。終了。今開園したとこです。今です。いやごめんね、ちょっと開園までの予備動作長すぎて。この後あれなんですよ、チケットもすいません終了です。終了です。あの何のチケットが落ちて何のチケットが受かって何乗るまで終了です。これすごいっすね。もし仮に僕が近い将来神木くんとかとお知り合いになって LINE 交換するようなことがあったら、もう絶対会わないようにするかも。ちょっと待ってください。こっそり教えてくださいよ。共演 NG でお願いしてもいいですか。いやもうとにかくワンちゃんを狙って、ワンちゃんを狙ってやだ。でしょでしょ。さあ続いてはこちらのコーナーです。明坂さとみのカバーでしょでしょ。今回赤坂さんに歌ってほしいアニソン神曲をアンケート調査しました。今回アンケートさせていただいたのは赤坂さんがハマったルローニケンシンのオープニングエンディング挿入歌になります。名曲だらけですからね。この時代90年代の J-POP を彩った楽曲たちばっかりなので、はい、アンケート結果はこちらです。あー来た、1位、そばかす3分の1の純情な感情、2分の1この分数の並び、いや懐かしいです。いや懐かしいですね。それではこのアンケートの上位に入った曲の中から明坂さんにカバーしていただくのは第3位に入った2分の1です。来たーい。すごい、岡本誠さんの名曲ですけどね、はい、意外と難しくないですか。すごい難しかったです。あのキーが高かったりとか変動がすごくあるなっていうのは、ね、メロディーの跳躍が結構ありますよね。なぜこの曲を選んだんですか。もう小学校の頃からずっと歌っていてカラオケでも大好きな曲で、この歌詞だったり曲調の明るさがすごく好き で何よりやっぱり今まで人前で歌ったことがないんです。そんなの初披露していただけるんですか、ね、レアです、はい、それでは明坂さんよろしくお願いしま す, します。それでは聞いてください。明坂さとみで2分の1。ある日夢でキスされちゃうんです。愛してるんだなって分かっちゃって、それでメスになった。メスって表現ボコボコにされて、ボコボコにされる、されるよ。